こんにちは、ごめゆこです、今日はですね、先日でたまたま寄った御殿場のアウトレットで少々お買い物を、してしまいましてですね、そちらの動画を、撮ってご紹介しようというところでございます。楽しいよね、アウトレットってね。本当ね、行くとすごい盛り上がっちゃうんですけど、そんなに数は多くないんだけど、ちょっと見つけちゃったものが何個かあるので今日はご紹介したいと思います。はい、まずはじめにね、何しようかな。そうね、これね、これよ。でユナイテッドアールズのアウトレットショップっていうのが一番奥にあって、そこなんか結構広くていろんなブランドが入っているので楽しくてよく見ます。でこのロクっていうブランドも私好きなブランドなんですけど、ロクのセレクトのエレックというブランドのものです。これをね、買っちまったんだよ。でもうじゃあワンしないよ、ワンしない。75,900円の 70% オフだったの。めちゃ安くない？いくらかな、2万ちょっとぐらい。 70% オフよ、これはいいと思って、はい、購入しました。こちらちょっと後で着てご覧いただきたいと思います。裾がね、なんか結構ね、こんな感じでね、居酒屋ののれんみたいな。いらっしゃい。次にね、ご紹介するのどっちにしようかな。まあちょっと軽めなやつからにしとこうかな。エミっていう、割とこうスポーティーな、アイテムが揃うヨガウェアとかそういうのを売ってるお店なんですけど、そこでなんかジム用にでもいいし、ダンスキン、ジム用のウェアって結構ダンスキンのものを愛用してて好きなんですよね。ブラトップっていうかちょっと長め丈なの。長め丈でレイヤードねしたりするのにも、ね、いいなと思って購入してみました。そしてこの薄さもいいしね。7000円の 50% オフで3500円になっていました。裏にはこうカップがついていて、インナーにもなりそうだしね。普通にこうワンピースの下に着られるインナーにもなりそうだなと思って購入してみました。以前ご紹介した御殿場アウトレットで購入品ってやつのにも出てきたこの怪しい何のロゴもない黒い袋でございますけれども、こちらサンローランでしたね。サンローランの袋です。何が入っているかと申しますとですね、シルクよ。カシミヤが 65% でシルクが 35% のサンローランの、こんな薄手のスカーフなんだろう、なんだろうね。カシミヤシルクでめちゃ良くないですか。かわいいよ、ほら。やだやだやだ、こんなベーシックな色の、なかなかアウトレットでお目にかかれないんじゃないかしらと思って購入しちゃったわ。迷ったけど、なんかね、理由はちょっとここがなんかこのタグのとこがほつれてるから安くなってるってお店の方がおっしゃってましたね。安くな、全然このタグがちょっとこんな風になってたって全然 OK。 夏場もちょっと薄手だからちょっと冷房対策とかにも、冷房対策にもなるし、お値段はね、確かね35,000円ぐらいだった気がする。次こちらのブランドでございますよ。なんか私見るとこ大体ね、皆さんもそうだと思うけど大体ねブランド一緒ですよね。前回の動画でもじゃあバレンシアガで、バッグを買いましたけれども、今回は何を購入したかと申しますと、はい、洋服の方をちょっと購入させていただきました。初めて買っちゃったのね。ちょっとこうドレッシーな雰囲気の服が欲しいなって思ってたんで、あ、これだったらいいかなって思えるやつがちょっとあったので、これ私にしてはちょっと珍しいんだけど、でも形とかがすごく可愛くて
こんなね、総柄のワンピースなんです。字のところに白い字でバレンシアガバレンシアガって書いてあって、黒字でさらにバレンシアガバレンシアガバレンシアガって書いてある、バレンシアガ主張しまくりの、ドレスでございます。ドレスっぽく着られて、デザインがこうスカーフみたいになっていてですね、素敵なのです。なんかいろんな着方ができそうよ。ちょっとね、これもね、着てみようかしらっていう感じよね。はい、ペリックのワンピースはこんな感じで、ちょっとね、裾のところが個性的だけど、形がすごく可愛くないですか。すごく可愛いワンピースですね。70% オフよ。こりゃお買い得よ。色もすごくなんかこうアイスグレーっていうか、アイスブルーっていうか、すごく好きな色なので、めちゃんこ嬉しいです。さっきのスカーフもいいよね。よっ、サンローランのスカーフはこうよね。ミニコートとか着てこんな感じで、そういったカゴとか持ってちょっとほっこりさせて着ようかな。バンダナ柄のサンローランのスカーフもすごくアクセントになっているかなと思います。こんないつものシンプルなところにこれよ、これをさ、ちょっと巻き巻きするだけでシャレるわね、感じで。で、さらに好きなものを重ねていくか。ちょっとパールを重ねて、こんな感じでパールを重ねて着こなしても素敵だし、コートだとこのままだとすごくこう、なんだろう、まあシンプルで可愛いけど、ちょっとなんか寂しいかなって感じだけど、そこにこのスカーフをね、カシミヤシルクのバンダナスカーフを入れると、よっ、なんか急にいい感じ。はい、急にこんな感じでしゃれました。はい、こちらがバレンシアガのワンピースです。結構丈がね、長いの、後ろがね、なんかこうブーツ合わせてカジュアルに着てもいいし、ヒールとか合わせてドレスっぽくも着られそうで、このスカーフがいろいろアレンジが、なんかこんな風になってるので、いろいろアレンジが効きそうよ。こんな風に垂らすとか、あとはまあさっきみたいにこう結んでとか、リボンにしても可愛いし、ジャケットを着てみたいなスタイルでもこんな感じで着こなしてもいいし、ドレスっぽく着るならジャケットを肩掛けして、こんな感じでいいですね。はい、御殿場アウトレットで購入したものをご紹介しましたけれども、いかがでしたでしょうか。また何か見つけましたらご紹介したいと思います。ありがとうございました。